さあということで国分寺リーグ決勝戦後半戦です。4回の表ラキストの守備からですが、先頭トモの変化球を捉えて、ノーアウトのランナーが出塁します。そして続くバッターはこの打球、打ち取った打球ですが、これがラインギリギリに落ちる。さらにその間にランナーが進みます。これはナイス判断、打ち取った打球ですが、これがね野球の面白いところですね。さあノーアウトランナー2、3塁の大ピンチ。さあこれを打球セカンド正面、これをホームに送ってホームアウト。これはナイスプレーですね。さあワンアウトランナー1、3塁となり、ここで大問題のプレーが生まれます。さあランナー走って、これがランナーに当たる。ここでね沢田も当たったからあんま追ってなかったって言ったんですが、ここで、一旦ねタイムがかかります。みんな周りがね当たってる当たってる当たってるって言って、一回審判の協議が入ります。一回リプレイ見ましょう。この打球、まあもう打球はねもう見てわかると思うんですけど、完璧に当たってはいるんですよね。なんで、まあ守ってる側は完全にこれはアウトだと思ったんですが、これがセーフ判定になります。これはねちょっと正直納得いかないですね。当たってなくてもですね、横かあの間を抜けた場合はこれねアウトにならないんですよ、この当たった場合も。ただこの審判さんが話してる時、当たったかどうかの確認を喋ってる感じだったので、横で聞いてた感じ、これもしかして誰も見えてなかったのかなっていうのをちょっと思っちゃって、ちょっとねせめて説明してほしかったですね。これはもうセーフだからっていうのしか言われなかったんですけど、もう一回見ましょうかね。まあ盗塁でね動いてる分ね、堀坂がやっぱまあ横を抜けてるっていうのは明確だったんですけど、まあ、ラインとしてはね多分ほぼ真横のラインぐらいだったので、マジでねちょっと説明してほしかったですねこれは。なんか審判さんの話してる感じも見えてなかったのかなっていうのがちょっとあって、まあ不運なねこの失点になってしまいました。さあかなり終盤でここでの失点は痛いところ。続くバッターは三振、なおもピンチは続いております。2アウト1、3塁。さあこの辺りセカンド正面、この後はなんとか失点を防ぎます。しかし逆転を許してしまいました。さあこの1点を早く返したい、時間的にもそろそろ終盤が近いです。さあここでピッチャーが変わります。先頭の高谷フォアボール。さあ先頭バッター出塁、友はバントの構え。しかしここで高谷走って、友はバットを引きます。盗塁成功、ランナー二塁、勝ち越しのチャンス。ツーボールから、さあこの上からかぶせた当たり、これがどんどん伸びるどんどん伸びる、外野の頭を越えていく。この当たりで高谷は帰ってきて、さらに友もセカンド、あっという間に同点に追いつきました。いや嫌な流れだったんでこれは大きい。さあラストバッターヒロ、さあここは揺さぶってフォアボールで出塁します。さあ1、2塁勝ち越しのチャンスでケンタ、すかさず3投を仕掛けます。いやラッキーストライカー、ほんとよくみんな走るんですよね。これがいいところだと思いますね、うちのチーム。さあ2、3塁フルカウントとなって、この辺り、さあこの振り切った打球、そのままスタンドインということでガッツポーズしますね。ここで勝ち越しスリーラン、これはでかすぎる。いやーこれはでかすぎる。時間的にはあと1イニングかというところで、この3点は大きい。さらに堀坂も続きます。親の顔より見たライト前ですね。さあ僕もここは勢いに乗っていくしかないと、もうヒット狙いホームラン狙いぐらいの気持ちでいます。さあ堀坂は走る、この試合で MVP もかかってるんでね、ちょっと健太が今濃厚なんで、ちょっと俺も一発打ってやろうと珍しく、長打を狙っております。さあ堀坂さん走ります。さあこれでランナーは3塁だけど関係ない、 MVP にはホームランが必要だと意気揚々と待っております。そして3ボールからなんと1球も入らず、ゆうやくんふてくされております。ガチで萎えました。しょうがないんですけどね。さあ4番の大輝、
さあ3点差4点差とどんどんつなげていきたい大輝、この右方向への当たり、これがぐん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 伸びてフェンスに当たる。そしてランナーがまた1人帰ってきます。ナイスバッティングですね。さあランナー2、3塁で木島もこの当たり、いつものグラウンドだったら完璧なホームランなんですが、ここはレフトありえない高いフェンスに阻まれました。これは残念、完璧なホームランだったと思うんですが、これがねレフトシングルヒットということで、恐ろしいシングルヒットですね。さあラキスト止まりません。沢田のヒットでチャンスを広げて、再び友、このインコースのさばき、ナイスバッティング、これで追加点、一気に12点と点差を広げます。そしてワンアウト満塁となって、この日をね境にあんまり来れなくなる文平くん、さあ振っておきます。もしかしたらお別れ打席になるかもしれません。そしてこの打球、さあ文平、この打球セカンド正面、さあ文平最後の打席かもしれないんですが、ゲッツーということでね、まあ、美味しいところは持っていったんじゃないでしょうか。さあ時間的には完全に最終回、ここで大輝登板です。最後の美味しいところを持っていきたいんでしょうか。さあしかし大輝、いつも通り先頭にフォアボールを出してしまいます。嫌な流れです。さあランナー一塁、さあここ打っていくも、これはライトほぼ定位置のフライ、ワンアウト、優勝まであと2人。ここで相手も走ってきます。いや点差的に走る場面じゃないだろうと思ったんですが、相手もねもう隙をついてくる感じがありますかね。さあ続くバッターは三振、ここランナー走らなかったんですが、ここでね木島が壁になって、三振ということで、さあ優勝まであと1人です。ここでね、ちょっとバッテリーミスでランナーが進んで、ランナー3塁になります。さあラストボールとなるか。さあこのバッターうまく打った外のボール、これがフェンスの手前でキャッチしたかと思いきや、センターの高谷まさかの落球。いやこれ試合終了かと思ったんですが、まだまだ終わらせないというね、あの味方にも敵がいるというパターンでしたね。さあ続くバッターフルカウントから、さあセカンド変わったヒロの元へ、これがファーストに送られ、ラッキーストライク、国分寺市1部リーグで優勝ということで、結成から2年連続2部1部で優勝という素晴らしい結果を残すことができました。いやー最後はね、まあもうあのラッキースト打線がつながって大差になったんですけどね、この大会もねいい試合がたくさんできてね、いい結果が残せて本当に嬉しかったと思います。ぜひね今後も頑張っていきますので、チャンネル登録、そして応援のほど高評価よろしくお願いします。そして MVP には勝ち越しスリーランの健太が選ばれました。おめでとうということで、今後も頑張っていきます。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。オッケーです。